アミューズボイスアクターズチャンネル。お邪魔します。ね、今回は古着屋さんに来ております。来ました。せっかく来たんですから、ちょっとお洋服を選んでコーディネートをね、しようかというコーナーみたいです。コーディネートですか？マジで？そう。本当に行動するのもあれなんで、2ぐらいでね、分かれて行動しようかなって。まあ、一緒に行くか。あ、そうやな。ちょっとふわっとした感じ、ふわっとした感じ、一緒に行きましょう。でね、今日はなんとね、テーマがあるらしいんですよ。で、そのテーマをなんかいくつかね、用意してくださってるみたいで。え、なんかめっちゃない？何これ、すごい。これライブ、選択肢はライブ、遊園地、動物園、映画館、いいねラーメン屋、ラーメン屋、カフェ、ラーメン屋、バーベキュー、ラーメン屋、バーベキュー言った？バーベキュー言った。ラーメン屋、すごっ。全部で何種類？7かな、7個あります。タップでスタート、ガタガタガタ、タップでストップしてください。え、なにこう、え、あ、ゆっくりと思うのね。え、何が来るの？カフェ？ラーメン屋、ラーメン屋、ラーメン屋、ここに来てラーメン屋。ラーメン食べそうだし、ラーメン大好き。好きでしょ、小泉さん。小泉さんだからね。なんかおしゃれなやつみたいな。スタート。ガタガタガタ行くよ。このお姉さん方結構おしゃれなんですよ。おしゃれだからね。ポチポチ。何が来るかな。遊園地に行くわけではないけど、遊園地に行くコーデ。行く時のコーデ。二人で遊園地行ったことある？え、ないよね。え、楽しみ。でも遊園地すごい大好き。おお、よかった。じゃあ。遊園地とラーメン屋のコーディネートをね、はい、考えてみたいと思います。すごい差がないです。難しい。まあ早速いきますか。はい、じゃあ行ってきます。行ってきます。アミューズボイスアクターズチャンネル。はい、ということで、どうする？遊園地、なんか私はいっぱい動ける格好がいいな。みよー、隠れちゃう。すごい。へえ、どういうのを着るの？でもなんか可愛いイメージが。いつも服女の子っぽい。結構好きだね。これでもすごい動かすこと、体動かすことも好きだから、なんかなんだろうな。あ、パンツ系？あ、なんかあ、ダボっと着れる感じ。すごい可愛い。男感。やっぱ関西人なんでね。いいものを安く買えると嬉しいんですよね。買い物上手。普段ですか？私じゃなくて。私普段はね、どこで働いてる何々さん。絶対スカートの方が多いかもしれない。あとは結構ダボっとしたパンツ、さっきのコーデュロイのパンツみたいな。ちょっとゆったりとしたシルエットが今日もすごいゆったり系なんですけど。私はなんだろうな、でもまあダボっていうのも着るけど、ぺったりめの着るかもしれない。女の子らしいさ、シルエットがすごい似合うよね。ありがとう、嬉しい。なんかこういうメンズっぽいトレーナーをとかちょっと大きめで着て、コンバースみたいな、どうですか？すごい見たい。どうなんでしょうか？見たい。かわいくない？このボタンついてるの。クリスマスの子供たちを見つけました。なんかちょっとさ、子供たちがツリーになってるっていうちょっと残酷な。では行ってきます。やってくれて。アミューズボイスアクターズチャンネル。はい、
ということで、二人でラーメン屋のコーディネート。待って、ラーメン屋のコーディネートって何？でもさ、ラーメン行くときって私結構家の近くとかで、確かにフラッとこう、最寄り駅とかで行ったりするとき結構ラフかも。私もそんな、こんな格好であんま行かないかも。だって、おしゃれね。結構飛ぶじゃん。飛ぶじゃんもんね。うん。汁がね。下手なんですよ、やっぱ。わかる、わかる。麺すすむのが。わかる、めっちゃわかる。下手なんで、うん、なんか、汚れ多分いいはちょっとおかしいけど、そうだね。白くない服じゃない、ちょっと暗めの汚れが目立たなさそうなやつでしょ、ちょっと選んでいきましょう。目立たない、目立たないね、これ。目立たない、隠れちゃうね。隠れちゃうね。迷彩入ってるもんね。隠れちゃう、迷彩入ってるもん。まあちょっとでも暑いかな。え、服ってさ、うん、何から決めたらいいの。私もうマジで島村か、島村さんか、島村さんのお洋服めっちゃいいんですよ。島村さんか、うん、あかりんとかみゆちゃんからいただいたお洋服しか着ないから今日ね。あ、今日はあかりんからいただいた、オールコーデあかりんの。あかりさんから、はい、あかりパイセンからも、木とあかり様からいただいたお洋服で。最近多いよね、やっぱ。もう全、うん、オール来たわかりだもん、ね、オール。なんかあかりもこの間なんか収録中私の後ろ姿見ながら、だんだん私色に染まってきたなって言ってもう全然わかんないんだけど、やべえ、もうラーメン屋って考え、うわ、一瞬なんか誰だよラーメン屋入れたやつ。いや、ほんとだよ。誰だ。うこういう柄友達来てそうだな。友達、癖強い友達。私だったら、もし家からラーメン屋食べに行くだけの設定なのであったら、うん、私だったらワンピースとか、それこそこういうの着ちゃうかな。私 T シャツと短パンだな。全然違うね。まあでも T シャツ短パンとワンピースでちょっと探してみよう。そうだね。なんかもう一個こういうのも似合いそうだ。本当？中華。え、可愛いんだけど。え、可愛くない？え、いいじゃん。え、あれ引きずってますね、かおりん。ちょっと引きずってますね、かおりん。でもこれ可愛い。これ可愛いかも。え、いいんじゃないとき。え、めっちゃ可愛いじゃん。え、これラーメン屋これで行く？なんかでも中華だしっていう中華だしところはある。現地の人。でもこの辺のワンピースちょっとさ、おしゃれ。かおりん丈が、いや、ちょっとそうなんだよ、身長が絶対合わないんだよ。あ、これこれさ、すごい長いワンピースじゃん。カットしたよ。え、どういう表情なん。ねえ、やめて。可愛いんだから。ちょっとが言ってすぐ。あ、こういうさ、もうラフじゃん。え、これ良くない。チャンピオン、チャンピオン王者。え、私これ、これじゃない、これいいね、うん、かっこいい、これ、うん、え、これ見てすごい、早稲田子供フィールドサイエンス教室。え、どういうこと。すげえんだけどこれ。え、何これ、何これ。もう合わせてみる、まあ、何でも挑戦ある。どうなんだろう。あ、でもここに財布入れるのもいいな。じゃあ行ってみるね。行ってらっしゃい。アミューズボイスアクターズチャンネル。どうも、こんにちは。はい、ということでラーメン屋を選んでしまった私のコーディネートはこうなりました。じゃあ、まあラーメン屋にね行くということで、こうあんまりこうおしゃれをせず、こうワンピースとか一枚羽織って行きたいっていう思いがあったんでね、だいぶ楽です。めっちゃ可愛くない、超可愛くない？ね、ね、ね。前田香織さん、お願いします。おーい、あ、ラーメン一杯お願いします。ね、マジちょっとやばくない？え、ね、いいでしょこれ。完全に、よ、見てる。お、いいでしょ完全に。この差やばくない？え、でも設定としては、え、違うの。最初ね、最初の設定はなんか親子でなんかしたよね、うん、そう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 、親近さをね、利用して。そうだもん。でもだから、なんかね、で、だんだんこれ改めてよく見てみると、うん、あれ、これ私紐の彼氏じゃなくてダール面台だけは出す。そうそう、財布を持ってるのはね、ちっちゃい彼氏なんで。ちっちゃい、ちっちゃいこの小銭だけ入ってる。500円、ワンコイン。じゃあ、遊園地チーム1人目お願いします。
ーん、こんな感じになりました。かっこよくない？いいじゃん。そう、似合って、もうこれがね、でもすごく難しくって、うん、なんかこれが合わせるのがすごくすごく難しかったの。うん、確かに。それこれに合うためにこう、もう店の中をあちこちも駆け回って、うん、なんかこう、なんていうの、動きやすさ、いいね、かつ、まあ、ジャケットで、カルチリメモみたいな感じの、え、なんかね、秋服とかした感じ。ジャケットのイメージがね、あんまりないの、うん、なんかって、うん、初めて着たかもしれない。着てみると全然似合うよ。本当？すごい似合う。かりんちゃん、やこ、あら、え、かわいい、かわいい、ちょっと待って、え、めちゃめちゃかわいいじゃん。普段のカリンじゃない？おちょっとボーイッシュ、うん、をちょっとテーマにしたんですけど、おしゃれ、これもね、これも多分メンズだね。うんうんうん、ダボダボ感もいいってことね。もう私もダボダボ大好きだから、うん、ゆったりね、着ていきたいので、ジョギング同士で一緒に。待って、じゃあ私もいけるかも、うん、あ、いける、あいけるよね。あれ、おかしいの、すごい、あ、一緒に、ゆうちゃん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 、いける、私もいける、赤いゆうちゃん、ほんとだ、じゃあ私出す出す、出す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 、500円ですよね。あ、もう500円にいける。500円じゃちょっと、もう一回、これ出して今回だけだよ。さ、テーラードの上からベルトを締めていただくっていうのが、あ、もうすごい、あの、そうです、おしゃれ、いい、すごい、すごい、もう、もう確かにもっとかっこよくなる。なんかさっきよりきちんとして、なんか見えるね。かわいい、確かに。このグレーのコーデからのこの明るい色を入れてらっしゃるのはいいと思う。無理しなくて大丈夫。無理しなくていいんです。あの、バンダナ首に巻いていただければ。なるほど。首にですね、ディスタンスでね、ちょっと髪の毛がかからないように、うん、あ、確かに、どういうことですか？どういうこと？緩めちゃうよ、どんどん緩め、でも確かにワンポイントにもなるよね、うん、これでも上着とかジャケット合わせたらなんかさ、さりげなく良さそうじゃない、うん、どうも、こんにちは、マイダカオリです。いや、どういうこと？どういうこと？出会いました。ありがとうございます。お似合いですよ。あ、本当ですか？ありがとうございます。これじゃあ着て帰ろう。着て帰る帰っておりますわ。はい、OK でーす。ありがとうございます。足つった。かやまさん、足つった。痛い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 。